そうですね、プリキュア、先ほどもちょっと言ったところもあるんですけど、プリキュアシリーズがもともとは普通の女の子が変身で戦うっていうところで始まったシリーズではあるんですけど、毎年毎年その時代に合わせた、その時々の子どもたちに合わせた、プリキュアを生み出して届けていったっていうところがやっぱり続いた強みのところなのかなというふうに思います。今はもう普通の女の子だけじゃなくて、宇宙人も人魚も男の子もプリキュアになったりだとかも、いろいろなバリエーションを持って作品を作り続けている、思いを込め続けているのがやっぱり長く愛していただけている理由なのかなと思ってます。ワンピースはもう本当にプリキュアとは全く違う。プリキュアはオリジナルのシリーズとして、トイアニメーションがずっと毎年毎年新しく、今村瀬さんが言ったように作り上げてきたものであって、でワンピースというものは原作の小田先生の書いたワンピースの原作をこうアニメ化にしていくということで、全くその2つの作品は違うものだと思ってます。でワンピースっていうのが続いた長寿の秘訣はもう何よりもやっぱり小田先生の書いた漫画っていうのがもうとてつもなく面白い漫画が、それを毎週ジャンプっていう雑誌で連載されていくっていうところが、ずっとその旅が続いている、しかもずっと面白い旅がこれだけ長く続いているっていうところが一番大きな理由であって、それと一緒にその作品と我々は一緒に公開をさせてもらってるっていうふうな形が、まあ理由というか一緒に旅をしているっていうふうなところが大きな意味合いじゃないですかね。そのようなことを意味するプリキュアにとっての大きな新しい一歩だなっていうふうに思っております。20周年というプリキュアシリーズは日本で20周年を今迎えているんですけれども、20年これまでたくさんのスタッフ関係者の皆さんが一緒に作り上げてきた、歴史を持ってこのルッカに来られたこと、日本を出て世界のヨーロッパのイタリアの皆さんのところに持ってこれたことが本当に光栄なことだなと思いますし、ここからまたもっと日本以外のところでもプリキュアが広がっていくと嬉しいなというふうに思っております。みんなにも言ってたんですが、その初めのプリキュアの映画の1本目と2本目の時、僕アシスタントでプロデューサーをしてたんですが、その時にはまさかその自分たちのやってたその時の1本目2本目のプリキュアからもう32本もプリキュアの映画が作られて、それがイタリアで公開されるなんてことを思ってもみなかったんですね。だからそれがすごく僕にとってはこう、感慨深いなってところはすごくおじさんとして思います。その世界の人たちがワンピースって作品は、その漫画を見た人たち、そしてアニメを見てくれてる人たちっていうのはもう次のシリーズ、次の話数がどういう話になるのかっていうのをすごく楽しみにしてくれてるっていうのがもう、まあ、日本中から今世界中に広がってるっていう状況だと思うんですね。でトイアニメーションがそのアニメーションを作り続けているっていうふうなところは、それに対しての責任と、どれだけ今度は面白いもの、どれだけ面白いアニメーションにしてそれを世界の人たちに届けるかっていうところで、ものすごくそのエキサイティングではあり、かつすごく責任感のある仕事ってことで、もううちの練馬のスタジオで毎週作ってますけれども、すごくそのスタッフたちはモチベーション高く、どのようにして世界に届けていくのかって思いながら今作り続けています。